こんにちは、ドクターハマーです。ネタバレなし、勝手に騎士団長殺し、まだ終わってなかったんですね。第5回目です。まあもうわざわざ騎士団長殺しのタイトルを出す意味があるのかどうかっていうのも疑問ですけれども、今日もまた一般的な話をしてみたいと思います。なんで私たちって小説を読むんでしょうか。まあもちろんその書く人がいるからなんでしょうけど、書く人がいなかったらさすがに読めないと思うんですけど、まあそれでも、まあ、ともかく書くのはやめないはずですよね。こう物語みたいなものですよね。まあ、ともかく、まあ、小説とか物語みたいなものがこの世からなくなるということは、まあ、あまり考えにくいと。ということはあれば、誰か読みますよね。で、まあ、最近はそうやって、どれぐらいその小説を読む人がいるのかっていうのは、ちょっとその数っていうのは分からないんですけども、まあ、他にもいろんな娯楽がありますから、映画とかですね。どれぐらいその小説っていうものが読まれているかというと、やっぱりちょっとこう、凋落傾向にはあるんでしょうけれども、まあ、ともかく読みますよね。で、まあ、私もそんなにその、まあ、そもそも本をですね、読む数っていうのはそんなに実は多くなくて、小説となるとさらに少ないと思うんですけども、読んでいて、あとはまあその自分がその言葉、そのナラティブアナリシスっていう方法で、社会科学の研究をしてから、まあ、考えるようになったんですけども、そのナラティブといいましょうか、物語ものをですね、こう追っかけていく時のその頭の働き方っていうのと、こう社会科学とかですね、その科学的な論文みたいなものをこう読む時のその考え方とかですね、その考える方法っていうんですかね、その道筋っていうのが、まあ、ちょっとやっぱりモードが違うなっていう、こう印象があるんですよね。それで、なんでそのこうモードの違いっていうのが、さらにその最近になって気になるのかっていうとですね、やっぱりその物語を追っかけていくときのその考え方っていうのは、こうより私たちのその普段のですね、特にそのこれといって、考えてない時のその考えてない時に考えてるモードっていうとなんか変な感じなんですけども、まあ、ともかくその何て言うか具体的に何かを考えてますっていう時でなくても、ともかくなんか頭は働いてるわけじゃないですか。まあ、頭だけでなく、もういろんなそのまあ生き物、我々生き物ですから、その生きているっていうことは、まあいろんなその機能が作動してるんですよね。でその時のそのモードっていうのが、例えばその科学的な論文、まあ、科学的な論文っていうそのこう専門的な論文って考えられるかもしれないんですけども、まあ、単純にその論説文みたいな形のその文章でもいいと思うんですけども、そういうものをこう追っかけて、例えばその何かの説明を理解しようとしているとか、何かより具体的なその情報を集めようとしている、まあ、例えば新聞とかですね、それに近い、記事を読んでいるときとかですね、そういう論説文とか記事とかを読んでいるときの、考え方、考えるその頭の働き方のモードっていうのと、小説など物語とかをですね、追っかけているときのその頭の働き方っていうのが、違って、その物語とかを追っかけている時の方が、その我々のその普段のですね、特段何もしていない時とか、まあ仕事をしている時でもですね、うーんってこうアイドリング状態みたいな状態があるわけじゃないですか。でそういうその状態と近いんじゃないのかなと。で実際まあその特にお仕事とかですねは、やってる仕事っていうのは、なんて言いましょうか、すごく事務的っていうか、段階を踏んで、こう、組み上がったそのシステムに乗っかって作業をするんですけども、
でもそういった時でも、その一人一人の人がですね、こういろんなそのことに注意を払うわけじゃないですか。で、その注意の払い方っていうのが、必ずしもですね、そのこう建築物を一個一個その設計に従って組み上げていくっていうような感じのモードではなくて、もっとこう、勘と言いましょうか、勘ではあるんですけれども、その、なんていうか、こう流れとかもその見ながらですね、的確なこう判断をしていくわけじゃないですか。ですから、そのやり方っていうのが、物語とかをその読んでる時のモードと近いんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。で、かたやですね、そのこう社会科学、特にその人間が生きている社会ですね、当然、何のためにあるんだって言ったら、その人々がなるべくこう幸せにですね、生きていけるような仕組みってどうやったら作れるかなということで、いろいろ調べたりするんですけども、そうやってその科学的にですね、科学的にって言ったらあれなんですけど、そのこう分析的にいろんな問題をこう取り上げてこう提言したりとかするんですけども、そのモードっていうのがですね、こう我々のその普段のこう頭の働き方っていうものをどうひっくり返ってもなんかこう把握しきれてないんじゃないのかなというこう印象を受けるんですよね。ですから、どうしてもその、私がその実際に研究した時に使った文献とかは、そのいわゆるソーシャルプラクティス・セオリーとかですね、言って、我々のその普段の行動、そこに潜む一般の人々のセオリーとかをですね、扱うっていうふうに言ってるんですが、なんかすごいその複雑なことをひね、このなんかこうこねくり回して書いてる割には、なんかこうその本当に肝心のその普段の頭の働き方っていうものですね、行動原理みたいなものですね、それをなんか把握しきれてないようなこう印象がすごい強いんですよね。で、なんでかなってそう考えていて、それで私思うのが、その、なんて言うんでしょうね、それ科学的な方法が原因なのかどうかちょっとそこは分からないんですが、ともかくですね、その道徳的なその使命感とかですね、なんでそもそもそれを知りたいのとかですね、そういったそこのこう根源的なその一人一人のですね、動機みたいなものですね、それをなんかこう、よくて放置してるというんですかね、一応そういうものを最初の時点では確認するんですけども、こうやってるうちに、そうそう、もう僕これがやりたいんです、必ず意味があると思ってるからやってるんですっていうことで、こう着手し始めると、もうなんかそれが当たり前みたいな感じになって、こう振り返らないっていうんですかね、そもそも何のためにやってるんだろうっていうやつですよね。そういうことを、もうその研究者はこう熟練すればするほど問わなくなってるっていうんですかね。で、それがない。で、実際、その社会、そのソーシャルプラクティスっていうものですね、それを現にやってる、その我々っていうか、もうみんな一人一人ですよね。でですね、そんなもんね、そのこう、なんていうんですか、こう、道徳っていうか、この信念に基づいてとか、こういう意味があると信じて、なんてそのものですね、持ってる人ももちろんたくさんいらっしゃると思うんですけども、こう普段生きてる時にですね、それをこう確固としたものなんか一つあって、それ1個例えばある時点でですね、これだってこうひらめいたからといって、
で、そのまんまスーッとこう、それを問わずにですね、生きてる人って、ほとんどいないと思うんですよね。で、もしくはその、なんかずっとその一つ信念みたいなものがあって、生きているとしても、それなりにこう、なんて言いましょうか、これでいいかな、だからそういう、なんか、信じているっていうものがあればあるほどですね、微妙にその問いながらですね、見直すなんてことはしなくても、こう微妙にはですね、こう問いながら、これでいいかな、ちょっとやっぱりなんか修正、何プラスアルファ必要なのかなみたいなですね、そういうような調整をやっぱり日々、日々って言ったらあれですけど、その折に触れてですね、やっぱり感じさせられるもんだと思うんですよね。っていうのは、やっぱり普段の生活っていうのは、なんだかんだ言ったってこうルーチンで回ってるとはいえ、なかなかその計算通りにいかないというか、そもそもその計算しないっていうか、その計算できるその範囲が限度がありますので、そこまでその厳密にですね、その見通し、計画立てて、それで安心っていうもんじゃないじゃないですか。だからそういう感じでその予測不可能なことっていうのはたくさんあるので、やっぱりその信念とかですね、この動機みたいなですね、その生きるためのその拠り所みたいなものだって、やっぱりその折に触れてグラグラするわけですよね。で、そういうそのグラグラ感っていうんですかね、その曖昧さっていうものが、ことその研究する人っていうその立場の人、研究する立場の人ですね、それがなんかないからなんじゃないのかなと。ですから、そのある時点で、こう、例えば大学で、こう、何でしょうか、その、アンダーグラデュエイトから、グラデュエイト、その、マスターとか、ドクターとか行って、研究者になっていくんですけども、だからそういう、その、流れの中で、自分たちは、その、知識の発展のために、とある、その、分野のですね、知識の発展のために、仕事してます。それはもちろん、その、当然なんですけども、それがなんかこう、当たり前、すぎるというか、その誰が聞いてもその学会以外の人が見ても当たり前のその使命みたいなですね、そういうのがあるからこそ、なんかこう一人一人のその研究者の人って全然そういうものにこう、なんていうかこう折に触れて、あら、ちょっと僕たちって何こんなことしてんのみたいなですね、そういうこう、そこまでその根源的に振り返らなくてもいいんですけども、ちょっとぐらいはですね、そういうこうグラグラ感がやっぱりないと、なんかそのいくらそのご立派なですね、理論書き上げたとしたって、なんか全くその肝心ので、特にですね、その、ソーシャルプラクティスを見てますって言ってるんであれば、やっぱりその辺のですね、そのこう共感っていうんですかね、同じ、共感っていうとちょっとおかしいんですけども、その自分たちのその研究対象っていうものと、自分自身っていうその研究者自身ですよね、それとかなんか全く別の生き物って考えるのも、なんかそこのところにその、なんていうんですか、ミッシングポイントというか、見落としている点があるんじゃないのかなとかいうのを感じてですね、それで、割とですね、その小説の話に戻りますけれども、私は実際その社会科学の研究をするときに、そのナラティブセオリーとか、ナラティブフレームワークっていうものを活用してやったんですけれども、どうしてもですね、その私が参考にした文献とかにしても、やっぱりその単なるそのフレームワークなんですよね。ですから、もっとですね、その根源的なその私たちが普段頭を働かせている時のモード、それがナラティブっぽいもんなんじゃないのかなと私は思っていて、それをですね、そういう視点で、ただのそのこう分析枠組みとかいうもんじゃなくて、もう単純にそのナラティブっていうか、こうストーリーをですね、追っかけていく時のその頭の働き方っていうのは、もっとですね、我々のその研究者だけじゃなくて、誰もがその気づかずにですね、ほとんど気づかずにこう作動させているその頭のこう働き方っていうものの、そのを理解するのにですね、もっとこう有効に活用できるんじゃないのかなと思ってるんですよね。で、それはもっとその、なんて言いましょうか、研究界隈と言いましょうか、
単純にマネジメントとかではなくてですね、その認知科学とか脳科学とか研究している人たちともですね、相談しながらやらないといけないことだと思うんですけども、まあそれはさておき、まあ当然このシリーズ今師団長殺しをですね、元にして小説を読むっていうことについて今語っているんですけども、ですからまあ普段ですね、その分析的に機能を解明していくとかそういうことではなく、まあ、我々やっぱり普通に生きてるわけじゃないですか。で、その時のその頭の働き方っていうんですかね、それが割とその物語を追っかける時っていうのは近いのかなと。で、そういう過程に基づけばですね、割とその何て言いましょうか、そのただ何も考えずにこれ面白いなと思ったものを読むだけでもですね、その論説文とかそういったそのジャーナルの記事とかそういうことではなく、本当にその物語をこう追っかけるっていうことですね。それってすごくその何て言うんですかね、その普段我々が駆使しているモードのはずなので、で実際ただそれをこう文字で読んでいくっていうことをすると、まあ何らかやっぱりちょっとその負荷がかかるっていうんですかね。ですからちょっと違う作用っていうのも入ってくると思うんですけども、まあなんかその普段やってることを若干その負荷をかけてやるっていうことで、結構その何て言いましょうか、その訓練って言ったらあれですけど、その鍛錬っていうんですかね、こう普段のモードを何て言いましょうか、こう根っこを太くするみたいな、その幹を太くするような感じですね、イメージなんですけども、だからそういう効果っていうのがこうあるんじゃないのかなと。ですからまあ昔からですね、その本は読みましょうとかいうことは盛んに言われてきているはずなんですけども、案外それもまあもう言い古されていることとはいえですね、振り返ってみるっていうのもいいのかなということを考えてます。ですからその小説ですね、特にそのフィクションをこう、まあどうせそれフィクションなんでしょうっていうのは、なんていうか、それでなんかになんのみたいなですね、その考えの方が強いような感じはするんですけども、まあそうじゃなくて、実際にもうその特にストーリーを追っかけるっていう時ですね、それはもう我々が自然とその働かせている、その頭を働かせる時のモードに多分近いと思うので、まあそれをこう刺激するっていうのは案外ですね、その他のそのこう科学的なこう論文とかですね、理解するときにでも結構その使えるんじゃないのかなと。っていうのがですね、やっぱりその我々いくらその科学的な知識を仕入れるっていう時でも、やっぱり何らかのこうストーリーっぽいものに変換してやっぱりものにしていくはずなんですよね。ですからまるっきり使ってないわけじゃないと思うんですね、そのストーリーを追っかける時の頭の働きとかですね。ですからそういうこともあると思うので、こう割とですね、これはこのジャンルだったら面白いなみたいなものがあればですね、こう積極的にそのストーリーはこう楽しんで読んでみるっていうですね、機会はやっぱりこうなくさないというか、できれば増やしていった方がいいのかなっていうことを考えています。